はい、今回は和風のカフェ桜もみじさんをご紹介します。宝塚駅から歩いて10分ほど、宝塚大劇場からなら5分ほどのところにあるお店です。こちらですね。はい、中に入ってみましょう。中はこんな感じでホッとできる雰囲気です。壁にはこんな風にもみじが描かれていました。宝塚のジェンヌさんも訪れるお店だそうですよ。こちらの店、日本茶を出してくれるんですけれども、茶葉にはとてもこだわってるそうです。店内にはこんな風に急須や茶器が飾られていました。今日は評判のメニュー、だし茶漬けをいただきます。焼き鯖とレモンの味噌茶漬けにしました。こちらですね。はい、ご飯の上に香ばしく焼かれた鯖がたっぷりと乗ってます。周りには水菜がたくさん乗ってますよ。そして中央には白味噌にレモンの皮の細切りです。こちらはあられとわさびですね。そしてだし巻き卵もあります。はい、では薬味も全部乗せましたよ。準備万端です。あとはお出汁をかけるだけ。こちらに美味しいお出汁が入っています。蓋の上と持ち手のところはうさぎさんです。かわいいですね。はい、ではお出汁をかけてみましょう。全体にまんべんなくかけていきますよ。真ん中のお味噌が溶けていい風味が漂います。お茶碗の上の方まで入れましょう。はい、では早速いただきます。おいしい。こういうお茶漬け初めて食べましたけど、サバと甘めの白味噌すっごく合いますね。レモンの香りが口の中に広がって、いつまでも爽やかさが残ります。わさびがでも効いてますね。パクパクいっちゃいますよ。はい、そして完食です。セットのデザートは抹茶のプリンを選びました。はい、ソースをかけていきます。白いクリームの上に緑のソース、綺麗ですね。あんこも乗ってますよ。はい、そしてこれはほうじ茶です。2杯分が入っています。そしてお湯のみにこんな風に入れると桜の形が出てくるんです。おしゃれでしょ。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。